上げます。で手首を下ろした時に指先が肘と同じ高さになります。ここが一番高くなります。手首を下ろした時に肘が上がります。まあ、なるべくちょっと肘が一番高いようなイメージで、ちょっと難しいので上げてください。ちなみにこれですね、その時に指先は全く変えません。こういう感じですね。柔らかい腕にもね、なりますのでね、ぜひぜひ